なんだかんだ言ってバイト必要ですがな、そりゃ。ここ、何点？何点後か。440点、あ、いけそうな感じですね。300何点までは行ったところからなんですけど、風嫌いな上に蒸すのが嫌いって言われました。で、お肉焼くのが好きなの？そう、実社会と一緒やん。ってことで始めたいと思います。何今の最初、なんやろエビとかプレッシャーになるんやけど、こっちの会話の。お、ちゃんとあっちから行った、あいつ。何してん、あいつ風で。なあ、あいつ風に向かってなんかして、車結局引かれてるやん。車来るよっつって警戒はしてたのやけど、結局引かれたやん。なんか呪かったな今の俺。行くか、行きますわ。行く、うん、切ってるんで魚2個お願いします。2個、お前にゴールやな。ボールお願いしたいんだけど、俺が持ってってしまいます。すいません。よいしょ。で、これにお肉。はい。あ、なかった。お肉右下に落ちちゃった。ごめん。お肉パス。おお。パスされた先に車が。今の俺のあれとそっちのあれはちゃうあれやけど。え、これ持っていけばいいの。あ、やべ。魚ゴールしてください。皿洗ってください。皿洗ってください。皿あるわ、1個。ごめん、魚は1個ゴールしたんで、下のお肉を、左下のお肉をゴールしてください。いや、間違えた。はい、魚蒸してください。お肉はね、やってまだできてないよ、人参のやつ。お肉がね、えんと、お肉。あいつ持ってったでしょ。え、あいつ今ゴール行く。どこ行った今。あ、やばい、取れる。それ一回やったらすぐ取って、ナイス。皿持ってきて、それ行ったとして、小麦粉をした、これか。これね、隠されてたのね。人参やろ、その前に。しかも分からん、分からん。それ昔の人参や、それ。めっちゃ私がポンとやったのと、こ、小麦粉だけっていうのがあったな、その真ん中に。わかりました。どうする。お、今のすごいね。しかし避けたね、今の。避けた、あの子ついに。じゃあエビ切ってください。あぶだつんだ。なんと440いけます、絶対いけます。あ、いけんか。魚もつんだ。危ない。450で魚だけをやればいいや。魚だけ間に合うと思う、これ10秒で間に合わんけど、440ブーならんときはいきますわ。今なんか変なの間違えたの乗せようとして、あいつ一回ゴールに入れようとしなかった。ゴール、いけた、いけた。ありがとうございました。やった。なんかバッタバタやったけど、あいつ最後ボールごと行こうとしたよね。あ、乾燥乾燥。乾燥って言ったら、あー楽しかったですよ。
蒸すのが嫌いということを再認識しましたということでね、楽しかったです。